ようございますということで今日はね最終日になります。で、今日これからジェリーフィッシュレイクというところに、行きたいと思います。でジェリーフィッシュレイクは、まあ、名前の通り、クラゲの、湖行きたいと思います。で、まあ、湖といってもね、海水でもしかしたらちょっと淡水も混じってるんじゃないのかなってちょっとガイドさんもまだ分かんない、まだというか分かんないって言ってました。で、まあ、そこでねシュノーケルをするんですけど、まあ、有名なのはなんかパラオとかあとはボルネオにもあるみたい でそれがここラジアンパッドにも あります。なのでね、クラゲ刺さないクラゲがいるのでそれと一緒にねちょっとこう泳いで写真なんか、撮ったりするようなツアーになってます。でなんか結構ハイキングなんか崖を登るみたいなこと言ってたんでハウジングとか持ってくの結構辛いなと思ってたんですけど、ちょっと運よくねインドネシアのお客さんが、ウォータープルーフのバッグを貸してくれるということなのでそれにハウジング入れて、行きたいと思います。もう出発です。なので行ってきます。到着です。ここはちょっとねボードウォークとかないので自然の中を歩くのでみんなブーツ履いてます。僕は漁さんです。Rock climbing. これからジャングルの中に結構きついですね。まあ行ってみましょう。ということで上まで上がってきてこれから下りです。上りはいいんですけどね下りが多分結構きついと思います。ごめん死んでないよ。おお見えてきましたね。うん、おいますねジェリーフィッシュ。いっぱいいる。よかった。なんか場合によっては結構深いところにいるらしくて水面にいない時もあるんで水面にいるといいなって言ってたけどいっぱいいますね。よかった。よいしょ。最後まで気を抜かずに。うい、うい、
めっちゃいるな。すげえいます。見えないな、ちょっと GoPro じゃ。でもすごいいるのがね、見えますね。うわ、あっちとかめちゃくちゃいますね。よし、早速下行って入っていきましょう。ということで、いよいよトレッキングからね帰ってきて、朝食食べて、でラストダイビングになります。韓国の写真家の人がちょっとダイブマップに絵を描いてます。で、次は最後ラストダイビングはブルーホールというポイントにやってきました。でここはなんか結構有名なポイントらしくて、こちらのね後ろの島沿いに、なんか結構大きな5メートルぐらい幅がある、もっとあるのかな、5メートルから8メートルぐらいある幅の洞窟があるみたいで、そこに入っていくみたいです、ね、透明度がいいことを願っていきたいんですけど、ちょっとね、最近、まあ、ラジャンボットにしてはちょっと透明度悪いなっていうのがあるんですけど、まあでも綺麗に映像には残してるんじゃないのかなと思います。ので最後楽しんでいきたいと思います。じゃあということでね、いよいよ下船となりました。いやー本当に楽しい、クルーズでしたね。まあ、特にね、まあ、やっぱり一番は海がやっぱり素晴らしいっていうのが、あって、もうとにかく魚影が濃かったですね。もう地形もすごい綺麗だし、まあ、ちょっとね今回透明度が微妙に低かったっていうのは、まあ、ちょっと残念なんですけど、まあでもそれでもいい映像はいっぱい撮れたんじゃないのかなと思います。でやっぱり本当に今回3回目のトリップ、2回目か3回目のトリップ、ネオミクルーズが、出来上がってから 2,3 回目のトリップなんですけど、そうとは思えないぐらいやっぱり完成度が高くて、それはクルーズのオーガナイズだったり、あとはやっぱりクルーのサービス精神だったり、あとはガイドさんたちのこのやっぱり経験のスキルに関してもすごい良かったし、
まあ、やっぱりね、あのオーナーさんがやっぱりしっかりそのダイビングを分かっていて、そういうクルーズとかも何個もずっとあの経営してきてる方なので、やっぱりとても安心して楽しく潜ることができました。で、やっぱりね、あの日本人マーケットにもこれから、やっぱこういう形で、まあ、僕が宣伝したりとか、いろんな方がこう宣伝したりしていくので、あのどんどん進出していくと思うので、まあ、これからね、日本人の方が潜る機会が増えていくんじゃないのかなと思います。なのでぜひぜひね、この動画を参考にしていただいて、ネオミクルーズとかに、参加していただければいいなと思います。でネオミクルーズさんは、まあ、今回はラジアンパッドだったんですけど、ラジアンパッドがだいたい10月11月から11月から3月4月ぐらいまでですかね。でその後バンダシー、アンボンとかの方もあって、で、6月ぐらいから9月ぐらいまでコモドでクルーズして、でまたそこからバンダシーにちょっと戻って、で10月11月からまたラジアンパッドというこういうサイクルで稼働してます。なのでまあ、ラジアだけじゃなくてね、まあ、コモドに行ってみたいという方も、やっぱりこの船に乗りたいという方がいれば、ぜひそっちに参加していただければいいんじゃないのかなと思います。なので今日はここまでになりますが、皆さん楽しんでいただけたと思います。またね、次の動画もぜひ楽しみにしていただいて、また見ていただければなと思います。ということで皆さん、インドネシアラジアンパッドからお送りしました。またねー。